ールでーす。あれでーす。はい。今日は一生懸命だからダメやった。はいはい。こうて。なんでふざけんの、ふざけんの。今日はこの間私が肥料を勝手にやってバレました理由。なぜ肥料をあげたのかという理由を述べたいと思います。どうぞどうぞ。その理由は、この間やってたのは昔の編集、もう韓国から来ないとか数が少ないとか、そういうのを増やしたいと思いまして、紅葉しているとかなりもう成長の速度が遅いです。遅い。なので緑にするために肥料をぶっ込みました。強引に緑に戻す。もう固形をもういっぱい入れました。強引に緑に戻す。あ、もうしょうがねえ、しょうがねえ、やろ、そういうこともあります。そういうこともあります。はい、このウィンドウオブチェンジ、これはもうこんな感じでもう苔と一緒に、これ今一番初めの初期、まだ名前がついてない時のね、苔まみれ。こんないいでしょ、こんななるんよ。かわいいやろ。かわいい。でも数少ないので、無理やり緑に戻しました、はい、そこからかわいいでしょ。もう5、6年この大きさです。でも増えてるよな、少しずつ、少しずつ、少し増えて減る。いや絶対増えてる。プラマイゼロ。絶対増えてる。ちょっと増えて減る。これね。こんなんやったと思うよ。何？いやそれはさ、それは最初はそうよ。最初はさ、それはそうよ。でもこう増えてきてるよ。増えてる。増えてる。そうよ、いいよ。だけど今から新しいハウスがな始まるにつれて、いろんな品種を、でまだ持ってない品種をみんなに届けたいけ、昔の品種もどんどん増やします、な、だけどこう緑にさして増やそうという。そうやな、今始めた人は今スタートやからな。そう、俺たちに言わすと最新版スタートやけな。古いのを持ってないんだよな。そうだな、古いのなかなか出てこないんだよ。あ、そうや、そうといえば昔、話はコロッと変わりますけど、昔ファントムオブピンクちょっと流行りました。ちょっとね、ちょっと流行ってもう一瞬で全てがなくなりました、はい、で私ずっと韓国に言い続けて、ファントムオブピンク、ファントムオブピンクってずっと言い続けたら、最近やっとでいっぱい来るようになってきたよね、いっぱい増えて、これよ、これと同じものっていうな。まあ、こっちは究極だよ。かなり究極やわな。植え替えなし、はい、究極の大きくなってちっちゃくなって大きくなってちっちゃくなってっていう繰り返した結果がこれですからね。これもだけど俺の楽しみやから、いらんせわ。何も言ってないや。いらんせわ。また肥料ぶっこんで怒られる。これが俺は好きなんや、な、もう究極に攻め込んで、うわ、かわいい。でもこれ肥料ぶっこんだのパパのじゃないけ。何を？パパのにぶっこんだわけじゃない。当たり前だろ、当たり前やねん。当たり前じゃねえか。お、俺のやん。これはな。そう。でもこれもこうぶっ込んだらこうなるか。なるよ。これな、でこれもこうなりますよっていう。はい。な、で、すごく丁寧な優しい人はこうできない感じがする。ああ。もう死んでみろってほたっとける人はできるんだ。そうか。そこまで絞れない。やろ。これだって最初こんくらいやったんや。何年かかけてここまで。そうやな、でみんなね、多肉ってすごい育て方とあれで変わるの。なで今売ってる苗がその形っていうことでもない。育て方で形は変わるからな。じゃあ言うたらモーさん、モーさん今これ売り物、売り物モーさんな、
もうこうボーボーやけど、モーさんは俺のモーさんこれやけど、これとこれ一緒のものなのな。これちょっともう茎いっちゃったけど、でも可愛いでしょ。可愛い、うん、葉っぱ短いやろ、うん、な。だけど本当のね、本当個人的一番おすすめは本当にな、だから肥料を切って究極にゆっくり大きくするとこうなる。でもそうやな。え？ほら。あ、そうそうそう。葉っぱの長さが全然違うやん。短いやろ？これもあの、だけど植え替えしないのがいいって言ってんじゃないんで、なんていうかな、これはでも勘違いされるな。でも言ったらこれだって増やすやん。で究極にさ、肥料を切って育ててたら、でもこういう風に育てられますよ、うん、だから一つの遊び方っていうことな。多肉での遊び方、うん、こういうのもな、うん、こういうのも枯れ葉いっぱい作るな。大きくなったらな、枯れ葉いっぱい作って枯れ葉取るとこうなんじゃん、わかる？これ俺の遊び方やげな。例えばっていう話な。これしようとして死んだじゃねえかって怒られても困るんだな。いろんなやり方あるよっていうな、うん、そういうこと。そうです。でこれな、次な、こうナンバーファイブナンバーファイブを究極に絞ると、うん、こうアップ全然違うやろ。ドアップアップ、この縁、縁、縁を見て、真っ黒い縁のこの葉っぱの短さな。結局これが俺の好みかもしれん。何でも短い、うん、これ売り物やけん、売り物じゃねえ、これ、これが普通に育てたらこうなん、うんうん、これをグリャーってやるとこうなん、うん、な、わかる？違うよ、これを作りたいけん、私これ肥料やったい増やしたいけん、これをいっぱい作りたいけん、これにいっぱい肥料あげたいよ、うんうん、もうちょっとこれを大きくするけどな、うん、それもゆっくり大きくしたいのな。これが伸びちゃうとただこれになっちゃうこれを育てちゃうとこうなっちゃうんだよ、うん、な。でこれをさ、ゆっくりするともうこの俺のだから全部葉っぱが短いやろ、全部短いやろ葉っぱが、短いでしょ。 それが俺の好みなんやろな。もうこれもいっぱいみんな欲しがるかもしれないけど、ね、いっぱい増やさんと思うといけんな、うん、これはだけあまだないけどもな、うん、これ今回売り物にはないけど、うん、増やします。まず増やす、これはあるよ、これは、うん、モーさん、これはある、これはある、うん、これはある。大阪な、もある、うん、大阪はある、うん、まあ、モーさんもあるやろ、これ、うん、これもちろんウィンドウブチェンではない、そうそう。だけど、だけ一つだけじゃないよって、こうしないとダメよっていうことじゃないっていうな。最近肥料の話もしてたじゃん、うんうん、だけどそれはそれでいいんだよ。そうしたい人はそうすればいいし、うん、もう正反対の俺みたいにドS攻撃で行くならもうこういうな、うん、これを見て喜ぶこの縁、うん、な、すごい、すごいな。でこれがあなたはこれは可愛いと思うの、うん、俺は可愛いと思うんだよ。可愛い、でも全然何それっていう人もいるんだよ、うん、な。だから好みや、好み、でこうなるのを知ってるから何でも究極に攻めるんだ。だからたまに枯れ葉だらけんとかあるやろ、うん、それはこういうのをしたいからしてんだよ、うん、いきなり葉差しの農作業シリーズ、うん、増やさんといかんけん、農作業シリーズ、増やさんといかんけん、突然の農作業シリーズ。最近動画がもう中身がめちゃめちゃになってますけど、ね、あれをしますって言ってんのに全然違うことしたりね。まあそれが理由で、ね、でもこうな、増やさんといかんのよ。いやそうだよ、増やさんとな、だって欲しい人がいたらな、そうそう、うん、俺みたいしたい人もいるかもしれんや、うん、いやいや私が大きいのがいいやとかな、いろいろおんねん、
そんなの何どうでもいい関係ねえよっていう人もいるしな。そうやろ。そうね。うん。いろいろね、こんなの最高じゃねえ、もうここ。ゴルフ場でここ。ゴルフ場。ゴルフ場ここ。でもコメントにあったな。何？その苔も一緒に植えてある。植え替えて。うん。何や。ちょうどこれ初期やけん。苔との共存や。一回もう折れるよこれ。なあ、いろいろよ。ナンバーファイブ。もうさ、ちょっとしょぼくなっちゃったけどな、茎がいっちゃったんや。ちょっと締めすぎて茎が死んじゃったん、ここ。この前も見せたのが、あ、これと一緒。もう茎がいっちゃったん。失敗しちゃった。なで、これまたやり直し。うん。去年まで可愛かったんや。うん。そういうもんや。そういうもん。多肉ってそういうもの。ゼロ、うん、あ、ちょっと失敗した、うん、どんどん増やしていかんって関係な。ほんとそうでそうで、そうで、増やさない増やさんって関係。それお前仕事で、うん、それ仕事やっけ、増やさんと。昨日もお願いしましたが、募集しております、パートさんの募集を、うんうん、来てないの。ちょっと来てると思う、若干目、うん、5人ぐらい来てる。どうやるか、うん、チェック、ね、まだあの募集してますんで、募集しておりますので、うん、いつまでの、うん、数名何人、何人お願いするかやな、まあ、パート3駅な、うんうん、パート3駅本当にすることは、ね、いっぱいあるよ、うん、おるよ、うん、そう、うん、な、本当は量とかな、あるといいんやけどな、はい、うん、まだないけんな、うん、なかなか県外からな、これでんよ。そうやな、うん、まあそのうち作りましょう。でもきっと思ってるよ、リエルなんか求人出しすぎじゃね、人が辞めてるって思われるかもしれない。辞めてんじゃなくて増えてんね、うん、あの仕事量が増えすぎてな、うん、今だって発送とハウスもこんなになっちゃったからな。そうなんやな、うん、だけど増えてる。今何人おんの、社員と、うん、パートで20何人おれろ、うん、なあ、だけどもうあの5人か10人は欲しいじゃん。なあ、これバカみたいにさ、いきなりいっぺんに20人とか30人したらおかしいじゃん、うん、あ、なあ、だけどぼちぼちな。これで、ちょっと誤解してる人がおったけ、何、あの大分のリエールの募集です。ああ、熊本じゃないですよ、はい、大分の方で、大分、ね、はい、ケンちゃんたちまだあの募集するほど進んでない、うん、そうそうそう、うん、そうそうそう、まあ、そのうち流れに乗ってきたら当然いるやろうけどな、うん、だから、そうそう、こんなん吹いた、うわ、もう作業、もう作業な、もうこんなん吹いて、ナンバーファイブ、ナンバーファイブ、ナンバーファイブ、すぐ増えんと、ナンバーファイブ、すぐ増える、どんどん、すぐ増える、半年や、半年。でもいろいろもう昔の種類もさ、数少ないのとかあるやん、うん、本当に、うん、うちもワンポットしかないとか、ツーポットしかないとかいうのもいっぱいあるけ、うん、それもいっぱい増やしてからとかあるけ、うんうん、だから皆さんちょっとコメントください、昔の品種、うん、あればですけども増やしていきますので、うん、コメントに欲しい品種を、うん、まあ、何でもあの言ってみてください、うん、参考にしたいからな、うん、欲しいものを提供したい、うんうん、まあ、もう正直もう増えすぎて、うん、わけわからんなっちゃうね、もう新種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 ってなってるからな、うん、ね、顔違い顔違いってなってるからもうわけわからんけどな、欲しいのがあれば、うん、はい、なんとかできるだけのことはします。 OK、 はい、OK、はいはい、ですよ、はい、はい、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。バイバイ。